お疲れ様です。クロスの龍でーす。このチャンネルはですね、サッカー J リーグを中心とした、まあ、兄弟の日常動画にさせていただいてます。まだチャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、じゃあ、まあ、言わずもがなですね。今日の企画ははい、神戸戦レビュー。はい、はい、今日はね、うん、スタジアムに行きまして、はい、なんとかなんとかアビスパシート、うん、入れていただきまして、はい、まあ、お金払ったんですけどね。まあ見てきたわけですけども、はい、本当に、まず LL バーガーさんの動画前日以前上げさせてもらって、うんうん、なんかね、結構いろんな人が言ってくれたみたいで、はい、まあ、僕自身も実は行った時に、あ、見てますとか声かけていただきまして、うんうん、はい、ありがとうございます。本当に今日びっくりするぐらい声かけられて、うん、はい、友達と一緒に行ったんですけど、はい、ビビってました。もう俺らも超人気 YouTuber。 すぐ気取るやん。いやー、アビスマさん早く声かけてくださいよ。いや本当にマジで俺らも剣坊さんたちみたいにね。そう、今日は剣坊さんたちが行ってどうもーって言ってたんですけど、来年は俺らが行きます。俺らじゃないっすね。俺らが立って真ん中にそういうのが開きます。あざす。もしくは宮脇咲良。いや、お願いします。そこはないよ。お願いします。まあそんなね、はい、ちょっとまあ冗談っぽく、うん、まああとこれも当たったんですけどね。そう、ベストデイキさんです。はいはい、ちょっとね、いいよね、そういうの結構当たるもんね。そう、俺懸賞系強くて、あの中学校の時ロナウジーニョの直筆サインの懸賞1回当たったこともあります。まあ、5人中の1人、ナイキの懸賞でロナウジーニョの当時のAVぞ。いきましょう。はい、もうね、だらだら話してもつまらないので、はい、はい、じゃあ試合の振り返りいきたいと思います。はい、まずはハッピーハッピータイム。はい、今日まあヴィッセル神戸の試合だったんですけども、うん、はい、やっぱりこうハッピーハッピータイム、まあ相手をね、うん、敬う時間なんですけども、うん、まあ僕たちが敬うまでもなく、うん、素晴らしかったというか、もうタレント揃いそのまんま、かったね、もう。まあ我々もやっぱ興奮、まあ、うん、一ねサッカーファンとして、うん、もう昔からね、うん、あの俺らがウィーレ対決で使ってた、うん、イニエスタね。うめえ、イニエスタね、やられたね、やばかったね、もうなんかチーム全体のあのいいところに関しては後ほどちょっとまた言及する部分もあるんですけど、やっぱり一人一人のレベルが高すぎた。高いね。もう豪徳とか当たり前にうまいし、当たり前に速いし、やっぱこう入ってくるタイミング絶妙やし、絶妙。まあ菊池選手もおもろいし、おもろい。よいしょー、やったね、やったね、今日はクロスとチャンネルじゃねえの。見てきたんじゃねと思って。いやいや、でもなんかやっぱチームでああいう人って絶対おもろいよね。いい、なんかチームとして盛り上がると、うん、サポーターとしても愛せるし、うん、まあ、あとまあサンペイルとかさ、うん、なんか俺イニエスタもすごいと思うけど、うん、サンペイルのボールの持ち方とか、うん、受け方、うん、ビルドアップの入り方とかも天才的やなと思ったし、ホタルもさ、うん、もう上下運動激しいし、うん、守備でも攻撃でも素晴らしいクオリティ。よかったな、お団子ヘアやったしね。お団子ヘア、うん、俺田中ポール11歳だよ。間違いない。あの豪華選手もさ、うん、まあ、本当にテクニックある選手やけど、うん、一個一個丁寧にやってさ、うん、いや、そう、もうチームのさ、本当にこう、うん、なんかチームの流動性を助ける働きをしとったかなと、うん、まあ、あと2トップもね、スピードとフィジカルエグくて、浦井選手もすごかったし、面白かった、東浦さんごっちし、エグかった、マジで、うん、まあ、最後ね、はい、まあ、朝日選手も出てくれて、うん、まあ、本当に久しぶりに見えて、うん、ほっとしたというか、うん、初選手ね、初選手ね、うん、はい、神戸さん、あのぜひありがとうございました。ありがとうございました。またあの来年もよろしくお願いします。あ、またあと1試合あるか、アウェーがある件、アウェーが、アウェー戦もよろしくお願いします。アウェーは勝ちます。次はやります、ね、次ジョン・マリっていうのがいるんで、はい、やります、はい、はい、ハッピーハッピーの終了、ハッピーハッピー終了。じゃあちょっとね、うん、スタッツからいきましょうか、はい、スタッツこちらです、ドン、はい、はい、ボール支配率が福岡 37%、うん、神戸 63%、 まあ、はい、いつも通りの展開というか、やっぱりこうアビスパらしいなっていうか、うん、ところはあったんで、うん、ただやっぱりらしくないところで言うと、やっぱり結構内まで入り込まれて、うん、まあ、失点してしまう部分もあったんで、大体いつもなら支配されてもシュートブロックしっかりってシュートは打たせないんですけど、うん、結構神戸やっぱ、まあ、イニエスタのさ、うん、あそこのアクセントとかでやっぱりこうシュート打たせちゃうシーンがあったんで、うん、まあ、もう少しこううまくブロック入れたらなっていう風はには感じました。まあ奈良選手もいいブロック結構なあったけど ね、 あ っ、 けどね、あったけど、それでも打たれたな、うん、結構いかれたなって感じは。でシュート本数、うん、福岡9と神戸9、実は一緒、うん、なんか結構後半打たせてもらうイメージあったけど、うん、まあ、実は一緒で、枠内シュートも
これすごい、福岡1、うん、神戸2、どっちとも 100% すごいね。いやすごいことよ、うん、本当にお互いこう数少ないチャンスをなんか決め切って試合になったということで、うん、まあ、走行距離がアビスパが 100.654 で神戸が 105.48 で、まあ、大体一緒ぐらい走ってて、スプリントもアビスパ139と神戸130、うん、大体一緒ですね、うん、パスがアビスパ294、68.7%、うん、神戸が549の 81.6% というところで、うん、まあ、アビスパらしい、いつも通りのところですよね、うん、で、まあ、簡単にこうタイムライン振り返っていきます。こちらですと、はい、前半2分、うん、フルハスタン、うん、あいつ良かったな、あれ良かった、また後でお話するんですけどまあこれは結構良くないぞと、うま、ん、かったけど良くないね、うん、もちろん、まあ、ちょっとここは後で振り返ります、うん、ただ前半19分、はい、山岸選手、はい、あのまあ、でもクルークスのボールやね、いやもうここ数試合ずっとアイボのボールやったけん ねああやっぱりね、あのクルークスここ入ったのってアビスパにとってすごい大きなことかなと、うん、ドリブルだけじゃなくてシュート、カットインからシュート、うん、クロスと、まあ、いろんなパターンもあるし、うん、もうアビスパからしたら攻撃のアクセント足りてないチームではあるから、うん、やっぱ大きかったなと。いや大きいよ、山岸選手もやっぱさ、あの2枚の間をさ、うん、スルッと抜けて、うん、キーパーと1対1で、うん、やっぱ山岸選手があそこに走り込まんければ、うん、やっぱ前川選手は安易に出れたわけだし、うん、まあ、あそこが3人おった中であそこの真ん中にね、うん、山岸選手が入るだけで相手は止まったの、うん、いやあれなかったら普通にキーパーキャッチで終わってない、本当にやっぱ鹿児島からのいい流れ来てたなっていうところですよね、うん、まあ、あとはまあイエローカード前半7選手にいただきました、うん、で後半菊池里帆選手、はい、イエローで17分ですよ、うん、3枚替え、和子選手、メンデス、うん、山岸選手アウトで、はい、湯沢、デルガード、ワサリ、ワサリ、あ、まあ、ここね、采配結構効いてるなと思った、うん、やっぱ後半17分で別に流れそんな悪いわけじゃないけど、うん、3枚変えてやっぱ逆に流れを取りに行こうとした、うん、攻めの采配、うん、ハッセベ、ハッセベさ、いや、しびれた、うん、いや、どうかなと思った、うわ3枚来るかって ね我々はここでやっぱハッセベ監督取りに来てるなって感じたし、まあ、これは別に良かった交代かなと思います、うん、よかった。正直和子選手のところ結構狙われがちになってたし、うん、やっぱり湯沢選手入れてみたらどうかなって実際に話しよったしね、うん、本当にいい交代だったかなと思って、うん、で、まあ後半、まあ、あっちも田中純也選手入ってきて、うん、まあ、35分、はい、PK PK ね、これですね、まあ、あれはねもう誰がどう見てもハンド、うん、誰がどう見てもハンド、まあでもしゃあないよ、うん、やっぱあそこまで崩されてしまったのが良くないわけで、うん、まあ、太郎ちゃんも攻め、まあ、手だ上げすぎとは思うけど、うん、まあ、攻めれないし、うん、まあ、しかもあそこ崩されたのも、うん、なんかまあ網がどうというよりもうま、ん、すぎ、うん、あれなんなん、イニエスタ ねあそこで、ね、イニエスタあそこで浮かすパスよ、ね、うん、でしかもそれしっかりコントロールしてさ、うん、あのやっぱこう、うん、しっかり侵入していく、うん、豪徳、うん、よかったね、後半やっぱ右サイドからやられたね、相手のね、いやでもミニゲームのパスやんね、遊びよったよ遊びよ、ミニゲームのパスよあれ、いやでもイニエスタ出してくれてありがとうございます、いやもう本当に見れてよかった、いや見れてよかった、サッカー冥利尽きた、うん、サッカーファン冥利尽きた、うん、相手だからしかも負けたけど見れてよかったのに、まあね、本当にちょっと悔しいけどそう思わせられる、うん、イニエスタのスター性、うん、PK もね、何があれもう、あのやっぱアビスは今結構ここ数試合で PK で困ってたとこやったけど、うん、まあ、当たり前に行くよね、うんうん、ノーチャンネルあれも、ね、まあ、逆スッとついてるえぐかったわ、えぐ、はい、で、はい、まあ、後半、まあ、あと選手交代がいくつかあって、うん、まあ、朝日選手入ってきて、はい、で47分、うん、宮選手が入って、うん、もう最後ハイボールで、うん、あのパワープレーになったんですけど、うん、これ良かったかなと、うん、今までなんかあんまりなかったじゃん、うん、最近は、うん、だからこう分かりやすくあのパワープレイに変えて、うん、実際チャンスも増えたし、うんうん、まあ、もうちょっと早い段階でできててもよかったかなと、うん、それは思ったんですけど、まあまあまあもうちょっと早ければそう、ね、シュートチャンスも増えたかもしれんし、うん、まあまあもおったし、ね、うん、そこでもうちょっと早いに宮選手入れてもうちょっと簡単に放ってよかったかなって思う、うんうんうん、まあ、でもこればっかりは結果あるもんやけどね、うんうん、早めにやっとったことで、まあ、天気に失点してた可能性もあるし、うんうん、まあ、それでも良かったのかなと外から見ては思いましたけどね、うん、はい、以上ですけど、はい、今回、またボード、はい、記入しております、お願いします、今回、まあ、試合を分けた2つのポイント、うん、アビスパ側で挙げております、こちらです、はい、今日字が綺麗でしょ、はい、僕書いてません
習字の人に書いてもらいました、はい、開始早々の失点1点目、はい、まあ、当たり前というかね、うん、ちょっとこと言ってしまうし、うん、今回スタジアムで渡されるパンフレット見た方、はい、いると思うんですけど、アンバサダーの中村北斗さんも書いてましたよ、うん、もうその通り一言一句同じこと書いた、うん、やっぱ開始早々サイドからの失点には気をつけようみたいな感じ書いたんですけど、うん、そのまんまやられた、まんまやったね。で俺らもこう他の試合の振り返りで何回か言ったこともあるけどね、やっぱりこれよね、うん、でまあなんでかって言われると、まあ序盤でやっぱまあしっかりブロック組む前っていうのもあったし、豪徳選手のクロスもスペシャルやし、いやすごかった、その前のサンペールの運び、うん、あれで時間ができたよね、うん、でもうフリーにして豪徳をね、うん、上げて入れさせて、まあ、和子選手も寄ったんですけど、うん、まあ、やっぱなかなか寄り切れずにっていうところで最後フラス選手もやっぱ待っててね、うん、してフィニッシャーですよ、うん、えぐいなと思ったけど、うん、まあここ、うん、で僕実は先ほどまた北斗さんとお話させてもらったんですけど、うん、あれなんかどうすかねって聞いたら、うん、コミュニケーション取れてないんじゃないかみたいなふうには言ってたから、うん、もしかしたらその辺試合入ったばっかりでまだ意思疎通というか、うん、流れを作る前にやられちゃったのかなっていうところですかね、うんうんうん、まあ、会社の失点多いですね多い、うん、でちょっとここはもうずっとは言ってるけど、うん、結局1点に泣いたわけですから、うん、もうここかなと、うん、これがなければ、うん、最初に山岸のゴールで得点できて、うん、中に乗ってた可能性もあるしね、うん、まあ、これは今後気をつけていきたいかなと思います、はい、もう一個、はい、こちら縦への流動性、はい、まあ、この縦への流動性で、うん、まあ、あえてこれも実は、うん、すいません北斗さんに聞きました僕が良かったですかって聞いたら教えてくれました縦への流動性、まあ、神戸の上手かったところって、うん、まあ、こうボール交換をしながらこう縦に流動的に動いていく中で、うんうん、あえてそこにイニエスタを参加せずにポツンって立ってるわけですよ、うんうん、でそこイニエスタに入れてしまえばやっぱスペシャリティ発揮して、うん、何個かこうトントントンみたいなゴール前もあったし、うんうん、まあ、そのイニエスタの生かし方も上手かったと思うし、うん、確かに、まあ、そのイニエスタを生かすためにこうどうやってこうボールを動かしてどう誘導してっていうところで、うん、まあ、素晴らしかったかなと思います。でじゃあイニエスタのとこ封じようと思って中キュッてなったところの横を使われたりとか、うん、本当に神戸の攻撃の作り方っていう部分では完璧だったなと思います、うん、まあ人の意見も若干入ってますけど、すみません、はい、でも本当にね、うん、ここやっぱ上手かったなって、まあ、一人一人がしっかりこうボール持てて、うん、パスの精度が高くて、うん、まあ、ビルドアップからしっかりこう形を作れて、うん、できるチームだなっていう風に、でドーグラスもさ、うん、また前で溜め作れるしさ、ね、古橋の走力もあって、うん、早かったね、早かったね、だけどやっぱずっと怖かったのはさ、うん、まあ、奈良選手のちょっと上とかを超えるボールで、うん、まあイージーに処理できそうなんやけど、やっぱこう、うん、古橋選手が走ってくることでやっぱスピードあるからね、うん、それも怖かったし、うん、本当縦の幅をうまく使われてやられちゃったのかなっていうところですかね、うん、それでやっぱ押し込まれちゃうし、うん、まあ太郎ちゃんもグッと内に入っちゃうタイプなんで、うん、やっぱああいうプレーされると、うん、より一層中に絞らざるを得なくなって、うん、豪徳の位置が空いたりとかするわけですよ、うん、ある、まあ、ここ今後、まあ、アウェーでまたあるんで、うん、その時にじゃあどういう対策をしていくのかっていうところかなと。ただやっぱイニエスタにはね、うん、まあ、決定的な仕事はできる限りさせないような前選手の素晴らしさはあったのかな、うんうん、よかったね、思ったよりやられてないかなっていう感じはする、ね、それでもやられたけど思ったよりはやられてないかなと、うんうん、まあ一発与えたらもうそれやっちゃうからね、いやね、まあ、いくつかでああってなったけど、まあ、うまいな、うん、やっぱボール持った時に安易に蹴らんや、うん、もうなんかそこだったら普通にクロス入れるよねってシーンでも入れなかったりとか、やっぱそこでアビスも釣り出されたりするしね、うん、怖かったな。まあまあ本当にここの、ね、2つのポイント、うん、でやっぱ勝負を決されちゃったかなっていう風に、うん、感じました。はい、はいはい、で最後ねちょっと、うん、今日実は、まあ、一緒に見に行った人が、うん、まあ、よく言うパイセン、何回か出てもらったパイセンなんですけど、うん、まあ、VAR の、うん、VAR じゃない、太郎ちゃんの PK の、うん、PK かなってシーンがあると思うんですけど、うん、まあ、ツイッターでいろいろあって、うん、僕たちも、まあ、見て思ったんですけど、うん、まああれはファールじゃないのかなっていうところで、うん、じゃあなんでファールじゃないの、 VAR じゃないの、うん、とかっていうお話もあると思うんですけど、うん、まあ、基本的にまず VAR ってなんであるのって話は、うん、PK 取るためにあるとかじゃなくて、はいはい、まあ、主審の、うん、まあ、明らかな間違いとかをこう防いであげてっていうところで あるわけで、うん、じゃああそこ一回倒れたってなって一、うんうん、まあ、回 P で止めたじゃん、うん、でもそこで結局ファウル取らなかったわけ、うん、で
そこで一回 VAR の人と話はしてるの、うん、絶対した上で、あ、今のはどうでしたって言って、いやいや接触は確かに若干あったけど、うん、あれはこういうこうこうこうでファウルじゃありませんって、うん、自分がこう見た内容を話したわけよね、うん、でそれは実は VAR が見た映像と、うん、相違がなければそこで VAR 発生せんのよ、うんうん、もうあそれは私たちが見たのと一緒なんで、うん、もう審判の意見を尊重します、うん、主審の意見を尊重します、うん、VAR ってもう基本的には主審の意見を尊重してあげて、うん、なんか間違いがあった時に、まあ、あ実はこれこうなんですよっていうものをあの正すものであって、うん、別にこうだからって主張するものではない、うん、だから、まあ、VAR が見て感じたことと一緒だったからそれはもう審判の意見を尊重しますってところで、うん、あれで例えばね接触やあのこうもうめっちゃ引っ張っててとか、うん、明らかな間違いとかがあった場合はそれに関して多分あそれは違いますよみたいな、うん、引っ張ってはなかったですよとかそういったのは入ると思うんやけど、うん、まあ今日の主審意外にうまかったという、うん、いやよかった、なんだかんだ円滑にやられたね、うん、なんか普通に見やすかった、見やすかった、ね、してて、うん、でやっぱあそこもほら結構火がつきそうなシーンやったけど、うん、まあ、そこもしっかりこう確かにちょっと太郎ちゃんもわーってなったけど、うん、まあスッと終わったから、終わった、長谷部監督がもういって言って次々ってなってたから、うん、まあ本当にまあ審判としてはさばき方がうまかったなと思いますよ、うん、はい、まあ、だから、ね、福岡はサポーターは入ってくる、まあ、気持ちは分かる、うん、まあ俺らはあの時はうわーってなったけど ねよく見たらやっぱこう蛍としてはやっぱそんな安易なプレスもかけてなかったし、うん、まあ、どっちかっていうと太郎ちゃんから行って両足揃えてコケに行った感じはあったから、うん、まあ流れに任せて倒れに行ったみたいな行った感じはあるね、感じが、まあ、太郎ちゃんがコケに行ったかは分からんけどね、うん、実際さ、まあ、サッカーしててさ、うん、ファールされたっていうか、まあ、こかされた瞬間って、うん、大したチャージなくても、うん、めっちゃこかされた感じするときあるやん、うんうんうん、でも実際なんか外の意見聞いたら、いやあれ全然押しなかったよみたいな、確かにあれでこう PK になったら結構ね、エリア内もうほとんど PK になっちゃうってところはあるからね、いや、うん、その辺ホタル上手よね、うん、上手、全くぶつかってないわけじゃないけど、うん、まあ、PK にはさせない、そう、まあ、頭がいいね、もうホタル選手もいろんな経験したわけ、あそこは分かっとったやろ、田中ファウル順次ね、違う足短い、山口ホタルの足の短さどうやって説明する、いや一緒に宣伝、結構短かったよ、短かったねあー悔しいね、うん、でも、うん、まあ、総括すると悔しい、悔しい、ただ、うん、勝てない試合ではなかったもん、うんうん、まあ、上手かったし、ただアビスパとしても悪くはない、別に全然、うんうん、ただ今回も CVP はなしです、うん、まあ、あのやっぱりこう勝ててないんでね、うん、CVP は選ばないんですけど、うん、まあ、強いて良かった選手を挙げてもクルクス、うん、クルクス、もう攻撃のアクセントバッチバチ効いとったね、最近俺いつも言うやん、クルクスが持つとなんかワクワクするやっぱり、うん、で多分あのカットインって分かっとったら多分止めれんちゃう、ね、そう、左に来るってやつは相手も分かっとるし、もう絶対対策しとるんやけどは止めれんちゃう、蹴るんよね、やっぱフリーな状態で、まあ、フリーじゃなくてもえげつないボールも蹴れるんやけど、無理が効くんやから、あと、まあ、前選手、まあ、あのやっぱちょっとコンディション心配もあったんですけど、うん、まあ、今回ちょうど良くなってきてる、いや中断期間のおかげやね、分かってきた、やっと普通にも戻ってくれたっていう感じで、あとね、俺は個人的にグローリーコーナーキックもめちゃくちゃ返しよったけどあのグローリーしかヘッドしてないぐらいしとったと思う、うん、マジで、えしかもドグラスも負けてなかった、ね、負けてなかった、うん、奈良選手もしっかりやってくれたし、うん、まあ、全体的に悪くないですけどね、悪くはないね、難しい、ただ相手のレベルが高いけんこんな試合をずっと続いていくやん、そうね、今までがやっぱこう運よくこうどんどん上がっていってたから、今後多分この試合が続いていく上で、そう、ね、どれだけ少しでも勝ち点を積み重ねて10位以内っていうのを狙えるかっていうのがね、まあまあまあ俺らも贅沢になっとうけんね、うん、そう贅沢だけど今日のは全然別に、うん、まあ本当にいい試合したと思うし、うん、見てて、うん、すいませんおもろかったです、正直試合として、いやいやここ数試合負けたけど、うん、めちゃくちゃ面白かった、今までのアビって、うん、もう1点決められたら返せんかったそうそう、でも今の俺たちってあもう返すよねってなってるから、そう最近いつもさ、まあ、1点は返すよね、うん、この風に流れ的にっていう話して、早い段階で返せるんだったそう、いやー、まあ本当に、うん、今回悔しかったので、うん、まあ、次返しましょう、はい、次浦和戦、うん、あ、で、そうだ、うん、浦和戦、またちょっと何かお知らせできるかなと思いますので、はい、まあ、その際はまた動画でお知らせさせてもらいますので、はい、楽しみにしてください、はい、いやー、よかった、うん、まあ、あの今回も動画ご視聴いただきありがとうございます、ありがとうございます、まあ、で、またあのスタジアムでもね、うん、本当に10人以上に声かけられたんじゃない、うん、ありがたい、いつも見てますとか、うん、嬉しかったね、ありがたいね、もうなんかこう我々の動画なんかで良ければ今後とも見ていただきたいと思います、うんうん、ぜひ
願いします。何かあのご要望等いただければもう、うん、ナスを坊主にしてほしいと。ねえダメよ。いや別に仕事やめたで。クビになるわ。いいよ大丈夫。クビになるわ。どっちかっていうといいやろもう。いや次のあの髪色の募集ね。いやそうね。この髪色にしてほしいとかあったらイカ焼き以外は受け付けるんであいつはダメ。はいはい、うん、それちょっと長くなっちゃいましたけども。いやいやもう久々のやっぱ。いやちょっと止まらんぜ。2時間ぐらい話したい。止まらんよやっぱ久しぶりになるけど。いやマジで、うん、まだバリバリ話せるんですけど今日は動画なんでここで終わらせたいと思います。うん、はい、はい、はい、動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあまたねー。